割と、まあ、皆さんがどう思ってらっしゃるか、特に中の方ね、内部の方で、えー、がどう思ってらっしゃるかわからないですけども、僕は自分自身で、やるときはやるタイプじゃないかという自己評価をしてるんですよ。自分としては、やるときはやる人だと思ってるんですよね。で、それはちょっとまだここで言えない内容なんですけど、まだ、あの、はっきり言えないんですけれども、大学として、えっ、ー、と、2007年にあることをやったんですよ。 で、2007年、正確に言うと2006にやって、2000、まあ2007か、2007にやったんですけれども、2007年から、長らく、今2021から1 0年ぐらい、14年ぐらいやっていないことがあるんですよ。で、このやっていないこと自体は、例えばその、法律的には問題がありません。えー、やらなかったからといって、なんかこう、学生の皆さんの不利益があったかっていうと、まあ多分ないと思うんですよ。ただ、これをやることによって大学が、 より良くなるのは確かなんですよ。だけども、これ結構大掛かりな話なんですよ。で、その前回2007年にやった時には、2005年ぐらいから、まあ、あの、いろんな会議で、こう、ああだこうだ議論しながらやっていって、そしてこう2007年に、まあ、実を結んだみたいな感じのことがあるんですよ。で、これをですね、2007年にやってから、もう14年経ってるやないかと。で、これ、所管がうちなんですよ。まあ、支援センターなので、まあ、 うんすごい嫌な言い方をすれば、僕がやるよって言ったらやるしかないんですよ。この職員の皆さんに対して、やりますって言ったら、はいみたいになるわけです。この組織図的に言うとね。で、やりますって僕言ったんですよ。で、これは、あの、まず、僕が所長ですけれども、まあだから、その、なんていうのか、職権的には、権限的には、所長はやるって言ったら、 はい、みたいになるんでしょうけれども、まあでもそれはやっぱりこう、なんていうのかな、やりたくない仕事だってあると思うんですよ。なので、まず姉さんに聞きまして、副所長ね、姉さんに聞きまして、そしたら、ああ、やった方がいいですね、みたいな話になって、そして、えー、今まで雑談動画の中で何回か言いましたけれども、支援センターの中には課長さんが3人いるので、いらっしゃるので、その特に担当のある課長さんにですね、あのー、 やろうと思ってるんですけど、どう思いますみたいな。あ、やりますか行きましょうかっていう感じで、最初、あ、やるんですかって驚きだったんだけど、そのすぐ直後に、やりましょうに、すぐ移っていったのね。で、この人は、その、なんていうか、まあ、このまあ、人によってこう、程度に差はあるけれど、本心でそれを言ってるなっていうのが、まあ、わかるときあるじゃないですか。本心では言ってないなっていうときと、本心で言ってるなっていう、この、なんていうのかな、違いがわかるときあるじゃないですか。 で、その人が言った、その時言った、あ、やりましょうは、本心に近い方だと僕は思ったんですよ。なので、まあ、特にその、僕がいて、姉さんがいて、そしてあの、課長さんね、所管の課長さんがやろうっていう話になって、そしてこれをですね、さらに、その、これ言うと結構長い、中の人、中の人ら分かると思う。まあ、中の人ら分かっていいのか。あの、特にですね、この5月に配属になったですね、ある新人さんを、 ッ抜擢っていうのかな。大抜擢っていうのかな。いうまあ、偉そうな言い方だね。大抜擢っていう言い方しましてね。で、これはなんでその人に言ったかっていうと、まあ、そ,のその人が、まあ、今抱えてる仕事が一番少ないっていうのが一つと、もう一つは、うちの大学に慣れていないっていう。だから、一番第三者的な視線を持ちやすいと、目線を持ちやすいと、まあ、客一番、まあ、変な言い方すると客観的に物事を見れるんじゃないかっていう理由で、僕とか姉さんっていうのは、まあもう、 えー、十何年、うちの大学にいますし、課長さんだって同じやし、あの、なわけですよ。で、それから、それからすると、その新人の、えー、なんとかちゃんっていうのはなんとかちゃんって言っちゃったけど、なんとかちゃんっていうのは、まあ、そこまで、あの、まあ、本当にだからこの3ヶ月目ですか、うちの大学来てね、職員さんになって3ヶ月目なんで、やっぱそれ、それだけこう、まだ、こう、染まってないわけですよ。 だからそういういろんな経歴のバランスを見て、その、そのなんとかちゃんをチームに入れてくるっていうことを課長さんにお願いしてね。で、しかもそれも姉さんにも了解を得て、あ、いいんじゃないですかみたいな感じになって入れていてあの、入っていただいてね。で、そのなんとかちゃんも頑張りますみたいな感じになってて、ね、やろうとしてるんですよ。で、それを、あのー、支援センターの会議に、2回、あの、支援センターの会議も2回そあるんですよ。まあ、下の、 専門部会っていう小さな部会とその上に運営委員会というでかい会議があってでその支援センター運営委員会のさらに上には部局長会っていうのがあってそのさらに上に全学教授会ってあるんですけどもまあうちとしてやるってことは部局長会に報告するうような案件なんですよ。 まあいろんな各所のその協力が必要なんでね。部局長会に報告するってことは、事前に部局長会にこういう議題を出しますということを届けてるんですけれども。で、届けてると学長がそれを知るわけですよ。つまり、うちが何をしようとしてるかっていうことを学長は気づいて、で、あるとき、 まあ呼び出されまして、あの呼び出されるっていうか、怖いって感じじゃないんだけど、ちょっとこの説明を聞きたいんですっていう感じで、その学長の秘書みたいな人からね、うちの課長さんに連絡が来たらしくて、で、その課長さんから僕のところに来たので、僕がすかさずその時の会議資料を持って、学長のところにビューンって行って、で、こういうことをやろうとしてるんですって言ったら、で、あの、今、うちとしてはこういうスケジューリングで考えてるんですって言ったらね、あの、<laughs> もっと早くできないって言われて、ガーンみたいな。 あのまずその内容的には非常に良いと。非常に良いから、それをぜひ、まあ、参考にしてね、いろんな学内の組織がね、そのいろんなことを変えていけるきっかけになるんじゃないかっていう理屈で、 あのもう少しし前倒しできるとありがたいなまずね反対しなくて賛成ですごい食いついてくれたのがまず嬉しかったってことと逆に早くできませんかって言われたのはちょっとびっくりしたけれどもいやそれはやりますよやりますよ,ますよ頑張りますよでその最初に言った前回は2005年2006年2007年で3年かかったのに今回はもっと早いんですよ意見かかんないんですけどそれができるかって言われた時に一つは僕の頑張りなんですよその土台は全て僕が作るっていう計画になってるで もう一つは、その2007年にやってる、2007年と実はその前にも2回やってるんですけど、過去3回の、まあ、ものがあるのでね、あの実績というか、まあ、経験があるので、それをね、えー、参考にさせていただきながら、その、先輩の皆さんがね、いろいろ積み重ねてきたものを参考にさせていただきながらやるので、まあ、いくスケジュール的に生きるんじゃないかと思っています。まあ、今、その、昔に比べて、その、コンピューターみたいなね、ソフトウェアもは、あの、 発達したからね昔よりも処理を素,素早くできるでしょうしね、そのアンケートの仕方、アンケートっていうか、ある調査をするんですけれども、それもうまくいくんじゃないかと思ってるんでね、まあ、とにかく頑張ります。あの将来的にはちょっとね、学生の皆さんにご協力をお願いすることになるんでね、えー、まだまだ先になりますけれども、ちょっとそういうことがあったらぜひ協力をしてください。ほんじゃまた。